こんにちは。今長野県は神山田町に来ておりまして、はい、そこの、まあ、お祭りということで、大役やっていらっしゃる方に来ていただきました、はい、こんにちは。ちょっと自己紹介お願いします、はい。私本年度の、第83回亀の、ところが亀の温泉夏祭りの、和歌礼委員会の副委員長を仰せつかっておりまして、太鼓連の、責任者をやっております柳瀬喜一郎と申します。このお祭りは何年目になるんでしょうか。はい、もう回数でいうと第83回とお伺いしています。はい、でも今回はコロナがあったので、そうですね、約3年ぶりの開催となります。はい、まあ、日頃練習はされてたと思うんですけども、はい、そうですね、やっぱり練習自体もやっぱコロナ禍で、中心している時間期間があまりにも長くてですね、はい、あと特に我々このお祭り以外にも、保存会としていろんな各所で太鼓を叩く機会がたくさんあるんですけど、それも一切なくなってしまって、なかなか太鼓へのこう熱い情熱もね、冷めてきちゃったりとかっていうところもあったんですけれども、やっぱりこのお祭りという大きな目標が立ってから、はいはい、人数も少ないですけれども再び集まって、本当集中して練習してきましたので、皆様に楽しんでいただければなと思います。本来なら7月の、そうです、海の日ですね、海の日ですね、はい、その日にやる予定なんですよね。はい、そうですね、今回はまあちょっと遅れてましたけど、はい、まあ、やってよかったなと。そうですね、やっぱりこうやってお客様もたくさんお越しいただいて、楽しみに待ってたお客様もいらっしゃいますので、それが何よりです。はい、トニーは太鼓久しぶりだと思うんですけど、はい、どうなんですか、腕の方はどうだったんでしょうか。そうですね、やっぱり練習始めた頃は久しぶりすぎて腕もパンパンになりましたけれども、やっぱりずっと思いを持って腕は動かしていたので、また今日は3年分の思い込めて腕パンパンになっても叩きたいと思います。今日はまだまだ出番ありますよね。そうですね、まだ曲も演奏いたしますし、またおみこしが戻ってきたら一緒に叩きたいと思います。ぜひ今後も頑張っていただきたいと思います。はい、またぜひ常陽山温泉に皆さんお越しいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。
ても楽しくやらせていただいてます。ありがとうございます、はい、こちらはどうでしょうか。今の気持ちを一言。楽しいです。せーの、ファッションこれでこれでこれで